Ashley。 こんにちは、皆さん、 Ashley だよ。今コロナのせいで多分皆さんマスクをつけないといけないでしょ。で、カリフォルニアでも毎日マスクつけてるんだけど、私こういうのしかなくて、なんか全然可愛げがないじゃん。だからマスクの上にペイントしようと思ってるの。だけどこういうのってね、プリーツがついてるでしょ。プリーツってこういうギザギザのこういうので、こういうのがあったら描けないから、お店に一つ行ってね、こういうの見つけたの。じゃじゃーん。こういうのってね、プリーツがついてないから簡単にね、上に描けると思うの。だから今日はそういうビデオにします。最初は鉛筆で下書きを描きました。次はアクリル絵の具を使って色を足します。私は Basic っていうアクリルのブランドを使っています。英語でアクリルは Acrylic って言います。絵の具が乾いたら、次はこうやってペンでアウトラインを描きます。できました。こういう感じです。これがカオナシで、ポニョで、コダマで、トトロと、マックロクロスケと、コンペイトをいっぱい描きました。今回はマスクの上にスタジオジブリのキャラクターを描いてみました。他のものをマスクの上に描いてほしいんだったら、ぜひコメント欄に書いてくださいね。これからもいろんなビデオをアップするので、チャンネル登録よろしくね。バイ。